あ、これ撮った。あ、これ撮ったな。まあ、前回来た時は本当真冬の雪しかないような状態で来て、いわゆるここはダーチャと呼ばれている郊外のまあ菜園みたいなところですけど、ここはきっと夏になったらすごいこう花とかも満ち溢れて綺麗なんじゃないのかなっていうふうに思ってですね、来てみたら実際生で見るダーチャの姿はやっぱり本当に生き生きしていて、想像以上にやっぱり生き生きとしたなんていうんでしょう、生命力というかを感じました。こんにちは。私、豊田昇です。はじめまして。いや、今聞いて日本人の方、今回ダーチャを撮影しに来たんです。あの、まあ、他にね、3人しか日本人いないんですよ。あ、そうですか。まさかダーチャの中で日本人に会うとは思わなくて、お宅にまでお邪魔できて、お茶までご馳走になって、なんかそういった物事のつながりは本当にこう、まあ、僕にとって写真そのものなんですね。やっぱりそのこれは割と写真を始めて早い段階で大学生の頭の頃に気がついたことで、一つの物事をずっと見てるとその裏側にあるものが見えてくるというか、なんか全ての物事はつながってるんじゃないかなっていうことにやっぱりすごくこう一番の大きな興味を持ちましたし、それは未だにずっと続いていて、だから面白いというか。前回はその冬、寒い冬の中にその中になんか温かいものをなんか探そうとして来て、今度は温かいところに温かいものを見て、今度なんかその裏側をなんか探してるというか、ここは逆さまに印象はそんなに大きく変わらない。なぜなら僕はここに宮沢賢治の気持ちみたいなものを訪ねてきたんだろうなっていうふうに、さっきこの琥珀を拾いながらなんとなく思っていて、まあなんとかここに悲しい思いでここに来た宮沢賢治と、なんかこう光に向かって何か新しい創作に向かっていこうっていう気持ちと、これ両方これやっぱ見つけたんじゃないかな。でも少なくとも僕自身もそういう気分でこの場所にもう一回立てたことはとても嬉しいことだし、物事は両面が必要だと僕は常に思っていて、両面を見ないと見たつもりに気になれないというか、だからといって裏側ばっかり探ってるわけじゃないんですけど、表側をちゃんとしっかり見て、光の当たる場所と光の当たらない場所、当たらない場所にいるからこそ光の本質は分かったりするようなところもあるので、それはなんかここでも今日例えばダーチャの中でも境浜もそうだし、だから全部にそれはあるんじゃないかしら。それがやっぱり今ここへもう一度来た一番の理由なんじゃないんですかね。こんにちは。こんにちは。現地の情勢今。
今日こういう写真を撮らせてもらいたいんです。昨年。ニブヒですね。かっこいい。大きいですね。目が綺麗、あの人。やっぱり。日本にもよく知っています。ああ、呼んだことないわ。名前なんていうの？サンギ。全然知らなかった。でもね、トナカイはどこにいるんだ。トナカイはトナカイ見に来たはずなのに残念ながら手違いがあってトナカイは見ることができなかったけど、写真をやってるとよくそういうことってあって、その時は多分それなりの理由があるんじゃないかな、今じゃないんじゃないって言われてるようなところもあるような気がして、今日もね無理して撮ろうとしなかったでしょ。だからなんか いらっしゃいますか。日本には三木さんの本は2つ。初めてニブヒ出身の作家として成功された人とのことですけども、つくづく思ったのはやっぱりその歴史に名前を刻む人っていうのは目が違う。もうお会いした瞬間から目がキラッと、ギラとも言える、キラとも言える、なんか純粋な部分と強い部分と両方あって、こういう人がやっぱり歴史をつくづく動かしていくんだな。いやー、サンギさんっていう人はなんかすごく僕にとって今回のサハリンに来ていろんな人たちに会いましたけど、最もインパクトがあった人と言ってもいいんではないかなというふうに思いますけど、目が忘れられない。写真っていうのは撮影している時に自分の気持ちとやっぱりシンクロしていかないと撮れないというか、シンクロしているから撮れるというか、だから海のなんかこう日が出るちょっと前の瞬間に海がすごくこうガスったりして、その時のなんかこう光があるようなないような、たゆたってるような、光が動いてるような、揺らめいてるような、すごくなんか今の自分の気持ちにすごくフィットしてる気がして、なんかあれは撮れたなっていう印象が僕の中ではあるんですね。僕はいつもこう写真の世界でこう考えてるのは、そのリアルな現実みたいなところの裏側にあるこう夢のような世界につながっていくことが、入り口みたいなのを見つけた瞬間にいつもキャー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 思うのは、それはすごく好きで写真やってるところあるんですけど、ただダーちゃん、ここだけは聖域のような気がする。ファッて心が解放されるような、安心するような、そういうイメージがここにはある。なんか僕はそれをすごくダーちゃんの中に感じていて、だから好きなんだなと思ったし、それも多分あの冬の時にその片鱗をちょっと感じたんじゃないかな。ここがサハリンっていう北の果てであることを完全に忘れてしまうような、つくづく太陽の光の力というのは本当にすごいな。なんでこんな雪だらけで何にもなかったところからこんな綺麗な色の花とか植物とか出てくるんだろうなと思って、色と同時にやっぱり光を感じますよね。とそれは間違いがない。それが映ってくれたらいいなっていうか、すごい素敵じゃないですか。だって日常的な花を作って野菜を作ったりする空間が
非常にこう神聖な、なんか空間になってるっていうのは、これぞまさにこう人間が自然とこう共存してこうシンクロしながら、なんかこう悪くないよねって言ってる空間のような気がして、夏のサハリンの中では僕はダーチャがとにかく好き、ダーチャが好きです。